f ン第7戦エミリア・ロマーニャ GP 予選2024年5月18日イモラサーキット1周4、909キロ RB の角田博喜は今季自己最高の予選7番手で19日の決勝へ進むことになった17日のフリー走行で3番手タイムを出した調子そのままに予選1回目 Q1 を4番手2回目 Q2 お三番手で通過。だが、三回目、Q3 は最初のタイムアタックで七番手と出遅れ、ラストアタックでも伸ばせず1分15秒465と Q2 の1分15秒358を上回れなかった。レッドブルのマックス・フェルスタッペン、オランダが1分14秒746で開幕から7戦連続のポールポジション。 pp を獲得。2番手に0、074秒差でオスカー・ピアストリ、オーストラリア、3番手もランド・ノリス、イギリス、とマクラーレン勢がつけた。